次はかくれんぼしようよ。いいよ、じゃあ鬼はじゃんけんで決める。ちょっと直樹、こっちに来なさい。お母さん、いつも言ってるでしょ、あなたより下の階に住んでることは遊んじゃダメよ。でもみんなと遊びたいよ。口答えしないの。あの子たち知性も品性もない顔をしているわ。どうせ低層階の子供に決まってる。あなたは上を見て生きていくのよ。わかった。スカットライン。私の名前はカンナ。複数の D2C のアパレルブランドを展開する経営者です。ちなみに D2C というのは小売店などを通さず、商品の開発から製造、お客様への販売まで全てを自社で行うビジネスモデルのこと。中間マージンがかからないので収益性が高く、今月も目標達成ね。ありがとう、お疲れ様。展開しているブランド全ての売り上げを合計すると、今では年商50億円に手が届きそうな勢いです。中でも子育て世代向けに作ったブランドシフォンソリッドは最近特に売り上げが絶好調で、うちの経営を支えてくれています。とはいえ決して最初から順調だったわけではなくて、予想してたより売れてないな。商品は絶対に悪くないはずなんだけど、何がいけないんだろう。若い頃に勢いもあって起業したものの、最初のうちは苦労の連続でした。それでもマーケティングや SNS 運用を一生懸命学び、なんとかここまで成長することができました。お迎え遅くなってごめんね。すぐにご飯の支度するから待ってね。はーい。そして今では可愛い娘の花と優しい夫と3人で幸せな家庭を築いています。ただ夫も IT ベンチャーの経営者なので仕事が忙しく、花に寂しい思いをさせていないかが気がかりではありますが。お待たせ花、ご飯できたよ。パパは今日も遅くなるらしいから先に食べちゃおう。いただきます。今のところ素直で優しい子に育ってくれているようで安心しています。ちなみに花はこの春から小学1年生。入学にギリギリ間に合うタイミングで完成したばかりのタワマンに引っ越し、その後すぐに入学式を迎えることになりました。そして入学式後の説明会の時、引っ越したばかりだし予想はしてたけど、やっぱり同じ幼稚園だった子はいなさそうね。花のためにも私もママ友を作って交流しなくっちゃ。あれ、もしかしてマヤ。私の名前は山田マヤ。上から読んでも下から読んでも山田マヤ。って、あれ、カンナ。やっぱり久しぶり。マヤの子もこの小学校だったの。そうだよ。まさか子供同士が同級生なんて運命みたいだね。マヤは私の高校時代の友人です。お互いに結婚した後は少し疎遠になっていたのですが、もともと親友だった私たちは久々の再会を喜びました。そしてお互いに近況報告をしていると、え、マヤも同じタワマンなの。引っ越したばかりだから近くにママ友がいなくて不安だったんだ。カンナがいれば心強いよ。ってことはもしかして他の人もそうなのかな。そうみたいだよ。入学式の前に何人かのママさんに挨拶したけど、同じマンションに住んでる人が多かったもん。そうなんだ。花が通う小学校は普通の公立で、特に富裕層向けの学校というわけではないのですが、もともとは少子化地域だったのが、タワマン完成をきっかけに子育て世代の転入者が増え、今年の入学式はどうやらタワマン済みの裕福な家庭の子供が多かったようです。他のママさんたちも引っ越したばかりの人が多いなら、うちだけよそ者ってわけじゃないのね。それほど気負わずに仲良くなれそう。よかった。カンナ、紹介するね。息子の翔だよ。翔くん、よろしくね。うちの娘は花っていうの。ほら花、挨拶して。こんにちは。そして説明会の後は生徒たちと先生だけが教室に残り、保護者は別室で待機することになりました。いや、それにしてもまさかここでカンナと再会するとは。ほんと、びっくりしたよね。あ、かよさん。まよさん、先ほどはどうも。
カンナ、カヨさんも同じタワマンに住んでる人だよ。クラスは違うけど、入学式の前に挨拶したんだ。そうなんですね。カヤさん、はじめまして。よろしくお願いします。こちらこそ、マンションも一緒なんですね。これからよろしくお願いします。聞くと、カヤさんは税理士の資格を持っていて、フリーランスでウェブエンジニアをしているご主人を経営面で支えつつ、子育て優先でたまに税務の仕事をしているそうです。すごい、キャリアウーマンって感じでかっこいいですね。そんなそんな、マヤさんは専業主婦っておっしゃってましたっけ？はい、こう見えて家事だけは得意なのです。私は家事が全然ダメだから尊敬するわ。カンナさんはお仕事されてるんですか？あ、私は…ちょっと失礼、あなた方はどこに住んでらっしゃるの？え、誰この失礼な人は。挨拶の前にいきなり質問。何すっとぼけた顔してるのよ。お住まいよ、どこなの？すっとぼけた顔？駅前に新しくできたタワマンですが、それがどうかされましたか？ほら、そうなの。私も同じなのよ。そうなんですか。どうぞよろしく。あなたたちは？え、私たちも同じマンションですけど。そう、それはそれは。やっぱりほとんどの人が同じタワマンなのね。でもどうせ低層階でしょ。これは思う存分マウントが取れそうだわ。なんだってうちは40階なんだから。あ、失礼、それだけよ。あなたはどこにお住まいなの？何だったんだ。同じマンションの人を見つけて仲良くしたいって感じには見えなかったよね。嵐みたいな人でしたね。私たちはあっけに取られましたが、あまり気にせず、その後も他のママさんたちと挨拶を交わし、最後に子供たちがいる教室を廊下から見学しました。花は、あ、いたいた。私、いちご谷花、よろしくね。僕、ウマント直樹。花ちゃん、よろしくね。ちゃんと挨拶してる。花は明るい子だし、友達もたくさんできるといいな。そうして本日の予定がすべて終わり、私たちは子供たちを連れてキロに着きました。花、今日はどうだった？楽しかった。友達もできたよ。え、もう？さすがだね。あとね、後ろの席の直樹くんがうちと同じマンションに住んでるんだって。あら、そうなの？あ、直樹くんだ。あれ、あのママさん、さっき住んでる場所を聞いてきた人だ。いい、直樹、この学校には同じマンションに住んでる子が多いけど、低層階の子と遊ぶのは禁止よ。うちはタワマンの中でも高層階に住んでる上位組なんだから。低層階？階層が低いってことよ。部屋も人間としてのランクもね。わかった？タワマンマウントってやつかな。周りのママさんたちみんなひそひそしちゃってるよ。あれはちょっといただけないですな。あははは。これから注意して見といた方がいいかもね。子供たちが巻き込まれないようにしないと。そうだね。しかしこのママさん、ウマンとトリエさんとは住まいも子供の学校も同じな上、うちのタワマンは目の前に広場があるのですが、子供たちはよくそこで遊ぶので、その後も何かと顔を合わせる機会が多く。ほら、やった、この広場虫が多いわね。まあ植物が多いのである程度は仕方ないですよ。子供たちにとっては自然が多い方が。そう？子供の勉強に自然なんて関係ないでしょ。息抜きできる場所がある方がきっと勉強もはかどりますよ。っていうか、目の前の広場にこんなに虫が多いと低層階の皆さんは大変じゃありません？はい。窓から虫とか入ってくるでしょ。まあうちは高層階だから関係ないけど、虫も高いところまでは飛べないのよね。と、こんな調子で堀江さんはことあるごとに高層階マウントを取ろうとするのです。また別の日にはマンション内の30階にある共用ラウンジで、
マヤお待たせ。あ、うちのアパレルのワンピース着てくれてる。この間カンナにプレゼントしてもらって早くもお気に入りだよ。このワンピースすごく着心地がいいし、シワにならなくて洗濯機で回せるなんて最高。ありがとう、嬉しい。うちの売れ筋なんだよ。え、なんでこんな低層階にラウンジ作ったのかしら。高層階に作らない？その方が絶対に景色も綺麗なのに。ラウンジに来るたびに下に降りてくるの面倒だわ。またやってるよ。うちの息子にも低層階の人と関わらないように釘を刺しておかないと。まあまあ、トリエさん、そんなことを気にしなくても子供たちはみんなで仲良くしている方がいいですよ。あなた、自分が低層階に住んでいるからって上の人間と同じ土俵に立とうとするの？は？レベルの低い人間と関わってるとうちの子まで下に見られるでしょうが。ちょっと何言ってるかわからない。住んでいる階で人間としてのレベルが決まるとでも？そもそも子供たちにあなたの考えを押し付けるのは。黙りなさい。あ、やだやだ、これだからしもじもの人間は上を敬うってことを知らずに育ったのかしら。きっとろくでもない育ち方をなさったのね。かわいそうに。ちょっとトリエさん、いい加減にしてくださいよ。カンナはやんわり穏やかに言ってくれてるけど本当は。マヤ、それはいいから。でも、どの階に住んでいるかで序列を作るなんて子供たちに悪影響ですよ。親同士が揉めているのも良くないですし、そういうのはやめにしませんか？なんなの一体？低層の人間が寄ってたかって仲間意識なんか芽生えさせて、だからラウンジを低層階に作るべきじゃないのよ。興味もなってない人間がうじゃうじゃと群れて気持ち悪いったらないわ。もういいわ。私まで D レベルだと思われると困るから、ここにはもう来ないわよ。困ったもんですね。本当ですね。どうしたら分かってくれるのかな。私たちはどうにかしたいとは思いながらも実害は少ないので、同じタワマンに住むママさんたちはみんなトリエさんとあまり関わりたくないといった感じで、うんざりしながらもなるべく聞き流すようにしていました。金持ち喧嘩せずって感じね。そしてトリエさんが住む40階より高層階の人たちも、自分たちがマウントを取っていると逆恨みされるのが嫌で、トリエさんに自宅の階数は言わないという暗黙のルールのようなものが出来上がってしまい。あ、こんにちは。自分より上に住む人間が登場しない状況に彼女はますます態度を大きくしていきましたが、それでもトリエさんが子供たちを攻撃するわけではなかったので、私もしばらく様子を見ることにしていました。ところが、そんなある日。次はかくれんぼしようよ。いいよ、じゃあ鬼はじゃんけんで決める。ちょっと直樹、こっちに来なさい。あ、お母さん。いつも言ってるでしょ、あなたより下の階に住んでることは遊んじゃダメよ。でもみんなと遊びたいよ。口答えしないの。あの子たち知性も品性もない顔をしているわ。どうせ低層階の子供に決まってる。あなたは上を見て生きていくのよ。わかったわね。お母さんは夕飯を買いに行ってくるから、言いつけはちゃんと守るのよ。言うことを聞かないと夕飯なしだからね。分かった。私たちは少し離れた場所にいたせいで、このやりとりのことは知らなかったのですが、その数分後。直樹くん、どうしたの？一緒に遊ぼうよ。住んでる階が違うと一緒に遊んじゃダメなんだ。ごめんね、あだちゃん。あ、どうしたんだろう。体調悪いのかな。無理に誘っても悪いかな。今日はそっとしといてあげよっか。みんな行っちゃった。でもこれでいいんだ。お母さんの言いつけは守らなくちゃ。私たちの知らないところでこんなことが起こっていたのです。そしてさらに数分後。なんたく、せっかく憧れのタワマンに住むなら40階以上じゃないと意味ないから、ちょちょっと無理して購入したけど、ローンの支払いのせいで外食も食べ歩きも控える羽目になって、
ストレスたまるわ。せめてピザの爆食いでもして発散してないとやってらんない。あら、直樹どうしたの？お母さん、どうして泣いてるの？誰かに意地悪されたの？違うよ、だってみんな幼稚園より上だから。え、それどういうこと？40階の僕はみんなと遊んだらダメなんでしょ？何よバカなこと。みんな40階以上に住んでるってこと？そんなわけないでしょ。本当だよ。ちょっと来なさい。ちょっと皆さん、どういうことです？え、どうしたんですか？あなたたち低層階に住んでいるんでしょ？はい。40階以下の分際でうちの子を泣かせるなんて、学校にも報告させてもらいますから。すみません、話が見えないんですが、直樹くんがどうかしたんですか？いいから、何階に住んでるか答えなさいよ。はあ、子供が泣くようなことが起こったなら仕方ないですね。おっしゃる通り、ここにいる人たちはみんな40階以上ですよ。はあ、じゃあなんで今まで私が低層階だと言っても誰も言い返してこなかったじゃない。それは誰も階数でマウント取ろうなんて思ってないし、あなたと関わると面倒だから階数を伏せてただけだよ。高層階同士って勝手に仲間意識を持たれても困りますしね。そんな。それより直樹くん、どうして泣いてるの？おばさんたちに話して。調子に乗るな。はあ、どうせ夫の金で買ったタマンだろ。自分で稼いだわけでもないくせに、高層階だからって自慢するな。落ち着いて、誰も自慢なんかしてませんよ。ほら、こうなるから何階に住んでるか誰も言わなかったんですよ。うるさい。夫が金持ちだからってだけで調子に乗らないでよ。それはご家庭にもよるでしょうけど、うちは頭金もローンも夫と半々で出し合って共同名義ですよ。このタワマンは基本的にそういうご家庭が多いと思いますけど。なんですって？シングルマザーで全額自分の稼ぎで買った人もいるよね。全額？そもそも今時共働きも多いですし、タワマンに住んでる人がみんな夫の稼ぎで買ったなんて、どうしてそんな風に思い込んでらっしゃるんです？ご自分がそうだからですか？あー、でもうちも共働きだけど、マンションに関しては私はお金出してないわ。他の部分では出し合ってるけど。なんだ、ほらほら、夫の金にすがって生きてる人もいるじゃない。こういう人が調子に乗ってるから私がバシッと。うちの夫がこのマンションのオーナーなので。の家は最上階だよ。それにカンナ一人でもタワマン買えるくらい稼いでるし、下に見てると痛い目見るかもよ。そんな。こらこら、マヤ、トリエさん、そんなことでオーナー権限を振りかざしたりしないし、痛い目にも合わせないので真に受けないでくださいね。そんな桁違いの金持ちだったなんて。トリエさん。私もこんな風にあの時何か言い返せる強みを持ってたらよかったわべ。前に何かあったんですか？実は直樹が幼稚園の時。あら、トリエさん、今日も地味ね。あ、おはようございます。あ、ちょっと見てくださる？このバッグ安物なんだけど、うちの主人が。安物ってあれ、バーニーの新作よね。何百万するのかしら。まあ、あなたのような庶民、いえ貧乏人には手の届かないものだろうけど。あ、ちなみに今度の休みは家族で海外に。そうして断ることにボスママに金持ちマウントを取られて辛くて、私にはあなたたちみたいに対抗する武器もなくて、いつの間にか私もあの人みたいになってしまってたのね。でもこの新築のタワマンを買えたわけでしょ？貧乏ってわけでもないんじゃん。
夫の会社が最近ほんの少し調子が良くなっただけなの。それでも40階はかなり背伸びしないと買えなかった。それを私のつまらないプライドで。っていうか、なんで40階だったの？あ、それはそのボスママがタワマンの40階に住んでたから。でもやっぱりローンの支払いが厳しくて、せめてマウントでも取らないと、頑張ってローンを払ってる意味ないと思ってしまって。バカね。マウントを取るなんて本当にバカだったわ。ごめんなさい。違うわよ、マウントじゃなくてそのボスママ。え？誰かを下に見ないと自信が持てないのよ。自信って自分を磨いて持つものなのに、そんなこともわからない大バカ者なのね。カンナさん、あなたもそんな人は無視しとけばいいの。持ち物や住んでる回数で人の価値が決められてたまるか。カンナかっこいい。高校時代を思い出すなり。少なくともうちの夫はそんなくだらないカーストを作りたくてこのタワーマンションを作ったわけじゃないから。そうですよ、子供たちが元気に仲良く暮らしてくれたら、親にとってそれ以上の幸せがありますか。皆さん本当にごめんなさい。私が間違ってました。自分がされて嫌なことはするなって、子供でも知ってることをしてしまってました。一番謝らなきゃいけないのは私たちじゃないでしょ。直樹、お母さん。お母さんのせいでごめんね。今まで嫌な思いさせたよね。ううん、僕、お母さんが昔みたいに笑ってくれたらそれが一番嬉しい。直樹。それから鳥江さんは花を含めた直樹くんの友人たちにもきちんと謝ってくれました。今まで嫌なことばかり言ってごめんなさい。私のことは許さなくてもいい。でも直樹とだけはこれからも遊んであげてくれないかな。もちろん、直樹くん元気なかったからみんな心配してたんだよ。みんな、じゃあかくれんぼの続きしよう。うん、行こう。一見落着ってとこかな。でも、結局このタワマンは旦那さんだけじゃなく奥さんも起業家やすごい資格を持った稼ぎのある人ばかりで、私には何にもないわ。このままここにいてもいいのかしら。ああ、言ってなかったけど私も専業主婦だよ。え？共働きだったりしっかり稼ぐ女性もすごいと思うけど、私は専業主婦も立派な仕事だと思ってるよ。専業主婦が？当たり前じゃん。夫が外で健康に元気に働けるように身の回りを整えたり、バランスの取れた食事を作ったり、パリッとしたシャツで気持ちよく出かけてもらったり、私はそうやって夫を支えることが自分の仕事だと思って一生懸命毎日家事を頑張ってるんだ。そういう支えがあるから仕事に集中できるってこともあるよ。あ、そっか、稼ぐことだけが仕事じゃないのね。そうだよ、さっきカンナも自信は自分を磨いて持つものだって言ってたでしょ。専業主婦に自信を持ちなさいよ。ほんと、私もマヤの家事スキルは見習わなきゃって思う。もし私が外で働いてなくてもあそこまで完璧にはできないよ。適材適所だからね。私にもできるかしら。やってできないことはない。一緒に頑張ろう。ありがとう。私絶対に変わってみせるわ。こうして鳥江さんは少しずつではありますが、マヤを見習って家事を頑張り、夫を支えるいい妻への一歩を踏み出しました。外で稼いでいるから偉いわけじゃない、家事をしているから偉いわけでもない。みんなお互いを尊重しつつ自分にできることを精一杯頑張ればいいんですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。